こんにちは、ゆりかです。今日は元博報堂社員の南さんにお越しいただきました。今日は広告業界の面接と ES 対策をさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こんばんは、南ですはい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします、はい。では早速ですけれども、はい、用意してきていただいた ES を説明してもらえますか。はい、では最初に自己 PR お願いします。はい、はい、私は何事にも失敗を恐れずに果敢に挑戦して取り組んできました。大学2回生の頃にカナダに留学に行っていたのですが、その時にボランティア活動としてカナダにある日系ビジネス協会にのボランティアに活動していました。その時にそこの課題としてとても知名度が低いという問題があって、でそこに対して私は SNS がもっと運用したらもっと知名度が伸びるのではないかと思って自ら SNS 担当に立候補して活動をしてました。でそこで初めはただ単に量だけをこなしていて、でもそれでもフォロワーが全然伸びなくて、考えた結果ターゲットを絞ろうと思って、その30代のビジネスマン、カナダ在住のビジネスマンにターゲットを絞って、その人たちにより有益な情報を更新して、投稿を毎日日々の投稿とかフォロワー相互フォローをすることによって、フォロワーが最終的には1週間で10倍以上にすることができました。私はこのように常に問題意識を持って取り組んで、課題に対して全力で取り組むようにしています。はい、ありがとうございます。今の ES はですね、正直に言うとバツです、話にならないです。ちょ、結構読んでびっくりしました。悪い意味で。このままいくと就活は絶対成功しないので、かなり不安です、こちらとしても僕としても。なんでちょっと本気で取り組んだ方がいいと思います。いろいろ理由があるんですけど、まず1個目、期間が短すぎる。今までゆうさんは人生何年間に生きてましたか？21年です。で、今回この話って何日間の話ですか？2週間ぐらいです。その2週間で、今後もしね、就職したら何年間働きますか？30年以上ですよね。はい、30年以上勤める会社において、たった2週間のエピソードで私の人間性を分かってくださいっていうのは無理なんだ。自己 PR って要するに、学生時代とんでもなく力を入れて取り組んだことだし、時には壁にもぶつかるし、時には挫折もするし、それでも悔しい思いをしながらまた立ち上がって、またいろんな工夫をして、で課題を解決するってことが自己 PR だと思うんですね。2週間ちょろっとやったことっていうのはそもそもテーマに挙げるべきではない。それに加えて KPI にですね、何を達成したらこの取り組みは成功なのか失敗なのかっていう KPI がよくわからない。で、最終的にこのフォロワー数が15人から150人以上、10倍以上になりましたって話なんですけれども、それって本当に KPI なのかなっていう思ってしまって、仮にですね、これがもしイベントで100人の会場に100人全員埋めましたとか、そういうもっとなんか人数が集まった先に何があるのかっていうのを知りたいんですよ。何か発展したかしてないかっていうのが知りたいので、はい、フォロワーが増えました、終わりっていう話だと正直しょぼいです、はい、じゃあ根本的に間違ってる、はい。自己 PR に関してなんですけど、自分のこんな武器があるから採用すると、採用したあなたにメリットがありますよっていうことをアピールするのが自己 PR です。で、その武器の強さを証明する上で、要はビフォーアフターの差ですよね。ビフォーはこんなダメだったけど、アフターはこんないい成績になりました、この差が私の武器ですっていうことが自己 PR なんですよ。そもそも目標設定とか KPI とか、じゃあ人数とか売上とか、分かりやすい数字だったり、まあ、固有名詞ですよね、インターハイ優勝とかがあるとめちゃくちゃ分かりやすいっていうのが1個目あります。あとはもう一つ注意点は、よくあるのが、まあ、高校時代のエピソードを話す人結構多いなという印象もあって、まあ、もちろん高校時代部活頑張りましたって素晴らしいんですが、高校時代って結構強制力がある時期なので、大学時代の自由な時間をどう過ごしたかっていうので、その人の価値観が見れるので、大学時代にのエピソードを選ぶようにしてください。で、3つ目はポイントとしては、学知化とか自己 PR で話すべきエピソードなんですけど、自分自身が挫折をして苦労をして心が折れて逃げそうになったけれども、逃げずに立ち向かったエピソードっていうのが一番自分らしさが出る話なので、自分で今まで人生生きていて、どんな壁にぶつかった時が自分の印象に最も残っていて、自分の人生を一番変えたかっていうのを振り返ってみてほしい。これこそが僕はその自己分析だと思う。辛かった思い出を思い出してください。で、その時の壁を乗り越えた時に使った武器が自分自身の自己 PR という武器です。自己 PR と学知化は結構似てます。繋がってます。イメージちゃうか、学生時代にこんなこと頑張ったから、今の私がこんな武器を持ってますっていう自己 PR なので、もう完全に繋がってます。
でさらにその過去頑張ったことを現在の強みで未来の志望動機、この過去現在未来が一貫していることがすごく大事。広告業界に受けがいい自己 PR とか学知化とかあったりしますか？もちろんこれ正解はないんですけど、僕が経験上考えるにチームで何か大きなことを成し遂げたっていうのはすごく伝わりやすいです。なぜかというと広告代理店って、制作会社だったり、しかもその複数社だったり、いろんな関係者を巻き込むんですよ。クライアントもしかり、メディアもしかり、メディアの中でもテレビ局がいたりとか、ネット系のメディアがいたりとか、新聞社がいたりとか、雑誌社がいたりとかっていうので、本当にあらゆる人を巻き込んで一つのキャンペーン、プロジェクトを進めていくので、そのチームで大人数の中で自分がどういう立ち位置でどういう価値を発揮したかっていうのがすごく分かりやすいと思います。では自分のチームに入ってもらうわけなので、自分のチームに入った時にどういう性格でどういうコミュニケーションでどういうことを進めていくかっていうのが想像しやすくなるので。分かりました、ありがとうございます。はい、続きまして、じゃあ広告業界を志望する理由を教えてください。はい、私の中で広告業界は激しい競争があるので、そのスピード感がとてもある業界だと思っています。その中で私の強みであるクリエイティブさや行動力を活かせるのではないかと思ったので広告業界に志望しました。はい、2ヶ月ほど前に私はふと自分の部屋にある透明の一軒のゴミ箱がすごい可愛げがないなと思って、夜中にベッドから起き上がって、どうやったらこの透明のゴミ箱を可愛くできるだろうっていうのをすごく考えて、円形のゴミ箱って端じゃなくて結構どこからでも捨てれる位置に置くと思うんですよ、部屋で。なのでストーって考えたのが、どこから見ても可愛いデザインにしようと思って、で夜中の1時ぐらいから3時間ぐらいかけてずっとマッキーでデザインをしてそのまま寝たんですけど、その次の日に母がそのゴミ箱を見て驚きつつも結構可愛いねって喜んでくれたっていうのがあって、私は広告業界を通してその自分が作ったものっていうのを多くの方に届けて、それによってその不特定多数の方が幸福度が高まるのではないかと思って、それに私はすごい価値を感じているので、私の強みであるクリエイティブさと行動力っていうのを生かしたいと考えています。はい、ありがとうございます。質問を続けてしまうんですけど、はい、じゃあ今の話を聞くと広告代理店よりもメーカーの商品企画部の方が合ってると思うんですけど、なぜ広告代理店なんですか？そうですね、メーカーの広告商品企画部の方がこのデザインのゴミ箱の方が売れるよっていうのが決められると思うんです、ね、逆に広告代理店はクライアントの意向でこれが絶対いいんですっていうふうに言われたら、もうやっぱりそれを尊重するケースの方が多いので、もちろん広告代理店としての意見することもありますけれども、はい、今の話だと、はい、メーカーの商品企画部、それで言ったらその他の自分の定格として求められているものに対して答えを価値提供したいと思ってて、例えば誕生日プレゼントであったり、友達とか知人の行動を見てその人が求めているものを渡すとか、その人が、喜びそうなものを作るということが好きで、それでもメーカーですか？メーカーの人は世の中の世間と生活者の皆様を喜ばせるという意味では、今の誕生日の企画をして人を喜ばせるという意味では、はい、メーカーの商品企画でもそれができます。広告だとそのクライアントが求めるもの、そうに近いですね。確かにはい、というわけで、はい、今の志望動機はバツです。バツです。はい、正直本当にこれ本当真剣に話にならない、結構読んでてびっくりしたし、聞いててもやばいなと思って、悪い意味でやばいなっていうふうに思いました。で本当に真剣に取り組んだ方がいい、なぜか分かりますよね。それだったらメーカーでいいんじゃないっていう、あやつがね、もうね、弱いです、志望度が。まあある意味恋愛と同じなんです、就職活動って。恋愛ってスマートでかっこよくて高収入っぽい人だけど、なんか好きだよっていうのを映ってない人 A 君と B 君は、なんか全然しべたで下手くそだけどものすごい愛が伝わってくるっていう、この A 君 B 君どっちと付き合いたいか、どっちがとつけてるんですか？B です。B 君ですね。だから下手くそでもいいから、本当に好きなんだ、あなたじゃダメなんだっていう風に言うのすごく大事なんです。相手って人間なので、嘘じゃんって思いながら聞いてるっていう、はい、感じでした。はい、でそれを防止するための一つの方法があって、それは社員訪問ですね。このイギリスだと別に広告代理店 A 社 B 社 C 社どこでもいいじゃんっていう風になっちゃって全部に使えますじゃん。そこで差別化するのはやっぱ社員訪問。例えば A 社に社員3人に訪問して、3人とももちろん性格も年齢もバラバラだったけど、心、心の芯として大切にしているものは
同じだったっていう共通点を見つけるとか、その心の芯の部分が自分の軸と一致してたので、こうやったらいたいと思ったっていうふうに言った方が具体的だし本気感出ますよね。なおかつ地方だったら、それをわざわざ東京に会いに来て、例えば5人に会いましたとか言った瞬間に、あ、そんな大変な思いをして5人に会ってすごいねっていうふうになるんですよね。だそれこそ下手くそでもいいから情熱を伝えるっていうところ、もし本当に本気ならもっと社員訪問したりとかしてほしい。で、もっと具体的なエピソードを使ってください。で、例えば A 社、B 社、C 社の時にコピペで絶対使えないような、この A 社だったら A 社にしか使えないようなものを用意するようにしてください。具体的に、ワンキャリアさんだったり、ビッグナイフさん、具体的に全然ダメだよ、マジで。これは本当にヤバい。どうだった南さん、怖くない？めっちゃ怖かったもう泣きそうになりました。いや、そうだよね。俺もゆりかさんが泣かないかマジ心配だった、見てて。もうここまで来てます。まあでも本当は根はいい人だし、その本当のことを思って言ってくれたと思うから、そう信じてます。怖いけどいい人って、めったにそうやって本気で向き合ってくれる方いないので、よかったです。そうだよね。また会いたいと思いますか？だそうです、南さん。なんで？いや、ほら、人は辛い思いをして、それで大きくなるから、だから、いいんじゃないかな。でも、なかなか大学になってさ、大学生ってぬるま湯じゃん。はい。なかなかこうやって言われることないよね、マジで。はい、本当にないです。そうなんだ。知らなかった。俺も旗で見ててちょっとなんか泣きそうになったの。感情移入ですか、うん、これをプラスにして、はい、めぎずに頑張りましょう。はい、頑張ります。